Thank you.
はい、上竹選手デビュー戦ね、7戦目までね全部乗せましたけども、本当にデビュー戦でね怪我することもなく無事に、完走できて、まあ、本当こっちもほっとしましたし、おめでとうございますと祝福させていただきます。このねビデオが、まあ、将来上竹選手が一流選手になってね、デビュー戦を全部こういう風に残ってるっていうことで貴重なビデオね、貴重なビデオ報告になったら嬉しいなと、まあ、そのように私も思ってます。でもしね上竹選手がまあこのビデオを見て研究とかしてくれたらまたちょっと私もね作った甲斐があるなと思っております。でまあやっぱり、周りの人がやっぱり言ってたのは、まあよそよさんなんかもね、やっぱり体重がちょっとね、ありすぎると、まあ、これだと勝負にならないなと。まあそれはね、やっぱ腕がないうちは体重が低くないと、まあ女子選手ね、対抗できないんでね。まあこれは必要なんですけども、ただね、17歳でいきなりガンと落としたところで体力失っちゃうし、そうですね、判断能力だとかそういったものがね落ちてしまうよりは、現状で今乾燥してで体感しながらね慣れていくっていうところから始めてったらいいと思います。まあ今ね負けていてもそれほどまあ何とも言われるわけではないと思うんでね、やっぱり今はもう実戦の場で、体を慣らして頭を慣らして目を慣らしてというところで行くのがよろしいんじゃないかなと私は思います。で私ね格闘技はちょっと長かったもんで、減量だとかね、そういったものには結構詳しいんですけども、まあ減量に関して言えばちょっと気をつけていただきたいのは、まあ、すぐにね、まあ、よくあるのはカッパ着て走るだとかね、全然食べないだとか、まあそういうふうな、やり方やる人いますけども、これもう本当全時代的なやり方なんで、このように常に体重が低い状態を、保ってなくちゃいけない、そういう競技の場合は、やっぱり日常的にカロリー計算をして、徐々に落としていくっていうことはやっぱり大切だと思いますね。でよくちょっと勘違いされる格闘技なんかで水抜きっていうのをやってますけども、あれはね女子やっちゃダメなんで、なんでいけないかっていうと、あれはね男性で筋肉が多い人ができる減量のやり方で、筋肉が大きいとそこに水分がたくさんあるんですよ。実は筋肉ってすごく水分が多い組織なんですよね。なので男性で筋肉が大きい人が水抜き、要するに、サウナだとかカッパ着て走ったりだとかそういうことをすると、水分が筋肉からバッと落ちて、それで、まあ、すごい人に80キロぐらいの人が、まあ、60キロ台まで一気に落としちゃう。で計量が終わったら水飲んだら一気に、筋肉に水が入って、また80キロに戻っちゃうというね、まあ、そういう風なゲートができるんですけども、これは本当にさっきも言った通り筋肉の大きい人がやれるゲートなんですよね。女性の場合なんでやってはいけないかっていうのは、まあ、要するに筋肉小さいんで、脂肪を落とす、脂肪から水分を落とすっていうことはできないんですよ。実は脂肪って水分がすごく少ないんで、そこから水分抜くっていうことができない代わり、どういうことが起こるかっていうと、内臓とか脳とかそういうところから水分を抜いてしまうことになるんで、なので格闘技でレイナさんだっけな、彼女が直前でぶっ倒れて、どうにもなんなくなったことあるんですよね。これ水抜きやったんですね、おそらくね。そうすると女の人の場合、脳とかそういったとこから水が抜けちゃうんで、もう立ってらんなくなっちゃうんですよ。正常じゃなくなってしまうんですね。
だから女性の場合は特にいきなり抜くっていうのはダメですから、脂肪が多いんで、どうしても内臓の方、そっちの方やられちゃうんで、だから女子の場合は常に、カロリー計算をして、食事の方は夜の方はあまり多く取らないということでね、それでやっていくといいと思います。でやっぱりボディービルなんかでもそうなんですけども、炭水化物とタンパク質とかそういうのを全部込み込みで食べていくと筋肉って大きくなるし、体も大きくなるんですよ。その上で筋肉だけ残して脂肪を抜くっていうような作業はボディービルダーの場合よくやるんですけども、その場合はタンパク質はそのままにして、炭水化物の量をね減らしていくっていう、そういう調整のやり方をやるんですよね。ですからもし、植竹選手が減量やっていきたいんだったら お菓子だとかそういうのを食べるのはもう問題外ですけど、例えば魚肉のソーセージを食べたりとか、よくあるのは鶏のささみだとか胸肉のそういうのを売ってますよね、スティックで。あれをお菓子代わりに食べたりとか、それから食事もそういうので食べて、ブロッコリーがね、栄養価の高い野菜となってるので、でブロッコリーをそれだけ取る人もいますよね。あと炭水化物に関して言えば、あれですね、白米、トレーニングした後すぐに白米を食べていくと、筋肉の方に、栄養が行くんで、白米でもね、白米良くない良くないって言いますけど、トレーニング直後だったら非常にいいんですよ。で玄米とかああいうのっていいって言いますけど、玄米なんかはちょっと消化があんまり良くないんで、すごいたくさん一生懸命噛まないといけないんですよね。なので、玄米もちろんいいんですけど、白米をねバッと一気に食べるんだったら、練習直後でね、それだったら悪くもないんですけどね。基本的には白米、完全に抜く人も多いですよね、ボディービルなんかはね。でも タンパク質を落としていくのが楽っちゃ楽ですね。そういう感じで、食べ過ぎないように、でカロリー計算をする、そういう知識は持ってた方がいいですね。でよくね、カッパ着て走るとか、ランニングするとかね、有酸素をね、昔からよくやりますけども、有酸素運動も良し悪しで、結構ね、疲労たまるんですよね、有酸素運動って。なので、筋トレやって、カロリー計算で、あまり、太らないようにするっていう形の方が楽っちゃ楽ですね。筋トレっていうのは30分ぐらいで終わらせるもんで、どんな長くても1時間。ボディービルダーなんてみんな1時間以内ですからね、30分から1時間ぐらいやってパッと上がっちゃって、で一部言ってみれば腕の日とか肩の日とか背中の日、胸の日、足の日とか分けてやるんですよね。全部やるってんじゃなくてね、大体分けて、それで食事の量で、調節する。それはよくあるのが、炭水化物の量を少なくしたり多くしたりとかしながらやっていくんですけどね。で、少なくしすぎたまんまでずっといくと今度反応悪くなっちゃうんで、時々バッと食べて、ちょっと代謝が落ちないように。少ない量ばっかり食ってると、今度はね、これ少ない量で食える体になっちゃうんでね、生活できるような体になってきちゃうんで、時々多く食べて、代謝を元に戻すというようなね、やり方しながら、その辺勉強してやっていけば、今163で54点何歩とか53.5とかそういう感じだったけど、それは 炭水化物をちょっと減らして、タンパク質でね、落としていけば結構いい感じで落ちていくと思います。で、あまりプロテインとかね、信用しすぎないでね、あまりやってると内臓がね、疲れる、
人も多いしね。ささみとかね、ああいうの食べながら落としていけばいいかなと思います。まあ、あとね、よくボディビルダーなんかで成功する人で多いんですけど、食べるもの、美味しいものに対してあまり、そうですね、鈍感な人っていうか、食に対する要求があんまり高くない人多いんですよね。もう同じもんばっかり食べられるとかね。まあ、そういうような人が非常に多いので、あまり美味しいものにこだわりすぎないように気をつけた方がいいかなと思いますね。そういう感じで、まあ、女性の選手にとってはね、体重は武器ですから、まあ、その辺はやってってあげたらいいかなと、まあ、私からの、私の経験値からですけどね、まあ、お話しさせていただきましたけど、まあ、すごくね、威勢のいい感じのデビューのね、宣言してましたけど、まあ、私、生でね、見ていたので、まあ、たまたまね、始まったんでびっくりしちゃって、ああ、そういう子がいるんだなと思って、でも、ね、森谷選手とかみたいにね、可愛くて強いみたいな選手が、ね、東京の方で、ね、しかも多摩川あたりをね、主戦でやってくれたら、すごい嬉しいなと思うんで、多摩川のね、専門チャンネルみたいな感じになってるんですけど、私今ね。まあ、ずっと応援してね、行きたいなと思ってますので、どうかどうか頑張ってください。じゃあ、そういうことで、協定カメラマンチャンネルの亀さんでした。よろしくお願いします。じゃあ、頑張ってくださいね。以上です。